はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。圭一様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。メール党員懇親会キャンセルがありまして、定数に空きができました。若干名を再募集いたします。8月15日17時から池袋近辺で、会費は5000円です。今日のメールを皆様ご覧ください。メール党員の皆様は、よろしくお願いいたします。川口市商業施設で、イオンとかそんなもんですかね、クルド人少年らがたむろし、タバコ吸ったりで注意され、ギャグ切れ、差別をやめろ煙幕花火、なんだろうねこれ、わかんないですけど、発煙筒ではなさそうな、を投げつけた中学生少年を逮捕。なんでそれが差別やねんと、タバコ吸ってたむろしてっから注意される、ってギャグ切れ、それがなんで差別やねん、多分親からですね、おもろないことあったら差別って言えって教わってんでしょうね。親もろくでもねえな、蛇の子は蛇ってことなのかな、まあそうでない人もいますけれどもね、親がダメでも子が立派っていう、逆もある、親が立派でも子がダメ、岸田あんとこは親もダメ子もダメっていう感じなんですけれども、インド人の噂は皆様はご存知でしょうか。在日日本人の噂、日本人に迷惑かけたインド人は仲間内で密かに始末される、噂ですよ。インド人はそれを恐れて犯罪しない、まあないとは言ってないですけど、っていう噂を10年ぐらい前に私聞きました。それが本当ならですね、外国で日本人の恥になるようなことをすんだっていう、日本人に近いメンタル持ってるな、インド人はな。悪さすと、仲間が悪さすと居づらくなっからっていう実利的な面もあるでしょうけど、クルド人、悪さをしてもトルコ人って報道されるからどんどんやれ、こっちはどうしようもないですね、どうしようもね、どうしようもない連中ですね。我々は武装している、いずれ日本の左翼と一緒に立ち上がり政府を転覆するなんてツイートしたバカもいたようで、クルド人、朝鮮学校に補助金を出しているのは全国11道府県、道府県ってことは北海道出してんだな、一個しかねえもんね。府はですね、大阪府はやめたって聞いたんで、京都府が出してんだろうな。で、総額は7275万円、11道府県総額で7275万円出してるそうであります。うち兵庫県が突出して多く4740万円出している、全国総額の 65.2% を占めると、産経新聞が斉藤元彦知事に取材、やめる気ないのか、知事、拉致問題やミサイル問題は極めて遺憾な事案だが、教育とは分けて考えるべき、子供に罪はない、今後も続ける方針を表明、産経記事ですね、こちらであります。世論、スパイ養成に税金投入、学校って名乗ってるけど学校じゃないからな、こんな知事だから人口が大幅減少、兵庫県減ってんの人口、それは知りませんでした。兵庫も神戸も日本人暮らしにくそう、日本人を誘拐しミサイル撃ちまくってる敵国人に税金導入投入する阿多岡地域、この人はミスしたんだろうな、税金投入ですね、導入じゃなくて、する阿多岡地域、生徒じゃなくて学校の話だよ、論点ずらしすんなよ。まあ生徒が悪いんじゃなくて学校が悪いから補助金出せないって話ですね。賄賂もらってんだろ、これあるな、賄賂もらってんのかな、もしくは女をあてがわれておるとかですね。誘拐された方々にも何の罪もなかったんだが、アメリカンスクール我々にはくれないのか、差別だな。京都にはフランススクールもあるそうで、そこも我々にはくれないのか、差別だなって思ってますよね。子供に罪はない、北朝鮮は未だにですね、当時生まれてもなかった我々に戦後賠償を要求してんですけど、あっちがです、あっちがね、先祖の罪を子孫が償いっていう恨みがましい儒教スタンスなのに、こっちばっかりね、子供は悪くない、水に流すのは不公平でおかしくないか、ええかっこしやがって。
のいい人ぶりたい兵庫県知事、誘拐された1000人もの方々にも何の罪もなかったんだけど、なんで外国人の子供ばっかり罪がないから金やるっておかしくないか。それも自分の金じゃないんだよ。自分の金やるのは別にいいよ。バカだなって思うだけで税金ですかね。朝鮮学校は文科省の指導を拒否している非一条校、これは教育法の一条に定められているいわゆる一条校、まあ学校ですよ。非一条校、一条校じゃない、補助金もらえる学校ですらなくて、法的には私塾なんですけど、他の私塾には補助金出さないのは朝鮮学校ばっかりおかしくないか。学習塾や英会話教室、ピアノ教室、書道教室、そろばん教室、今あんのかな、料理教室などの経営者はですね、うちにも補助金くれって知事に要求すべきですよね。で、拒否されたらなんで朝鮮学校ばっかりやってんの、うちには来んないの。差別だ、全ての差別を禁ずる憲法14条違反だって、行政訴訟を起こすべきなんだよなってツイートしたら1時間で2847いいねを稼ぎました。皆様もどうぞ、これいいねもらえますか。この動画を見てくださってる兵庫県民の皆様は県庁にお問い合わせください。私塾にも補助金もらえるって聞いたんですけど、うちももらえんですかね。近所の子供数人毎日預かってんですけど、兵庫県庁代表電話番号078-341-7711です。よろしくお願いいたします。電力大手8社の2023年の1月から3月の四半期決算が前期4170億円の赤字から9405億円の黒字に転換、1兆円近いですね。その差は1兆3570億円と、1兆円、毎日100万円使ってとしても使い果たすのに3000年かかる中、膨大な金、1兆円、電気代値上げ分が8000億円ぐらいです。だそうで。らしい、だそう。まあ、8000億円分値上げしたってことだな。世論、火事場泥棒、ふざけてるとしか、あれほど苦しいとか言ってて、これは草。値下げせんの？値上げする必要あったんか？だったらなぜ値上げするんだい？その陰で高齢者が熱中症死、電力会社ってテレビ CM 出す意味あんの？本当だよね。嫌でも黙ってても電気は使うし、その地域で独占してんだから電力会社使わざるを得ないんだから、なんでテレビ CM 出す必要あんのか。そんな無駄金使ってんだったら電気料少しでも安くしろ。仲間のテレビ業界、新聞業界を救うためなんですかね。連合の傘下じゃないですか、仲間が。エアコン我慢して死ぬ人続出。値上げで儲かる前に原発動かせよ。原発よ。2011年東日本大震災、菅直人政権が原発したせいでどのぐらい電気量が上がったかっつう話なんですけど、東電の家庭用電気料金平均、これ使用量とかアンペア数で上下するんですけれども、何キロワットまでは単価がいくら、何キロワットを超えると単価が変化します。高くなります。なんと、水道もガスも電気もそうなんですけど、使えば使うほど高くなります。お得意様ほど冷遇するっていうのが、限られたものをみんなで分け合って使わないとね、大事にっていうことらしいんですけど、2011年1キロワットアワー、20.37 円でした。今 30.57 円ってなってます。ぴったり 50% アップは適当か、適当なのかよ。適当に決めたのか。菅直人、今立憲の最高顧問って役についてませんでしたっけ。菅直人と立憲は庶民の敵って、確定しました。知人にお披露目ください。電気料金高いのは立憲のせいなのよ。
あの時から5割も上がってるのよ。給料は上がんないのに。大幅値下げ、値上げ実施は6月からだった。3月までの決算で儲かっちゃったっていうのは、なんで6月から値上げする必要があったのか。うすうすわかんじゃんね。3月、超えた時に、今期、四半期は儲かった雰囲気だな。うすうすわかんのになんで6月から値上げっていうのは。6月以前が赤字で苦しかったから、6月から値上げしますじゃなかったのか。それとも4、5、6月がですね、燃料費高騰で、それまでの黒字を補填できないほど大赤字だったのか。だから、6月から上げたのか。地域独占の、電力会社は気楽でいいっすね。経営改善せずにですね、赤字だ。じゃあ値上げ。これで済むしね。買わざるを得ねえから。労働組合、赤字だ。じゃあ組合費、値上げ。政府、赤字だ。じゃあ増税。これに近い感性を感じるな。頼ってるな。早くロシア、ウクライナが収まってね、燃料価格落ち着いてくれるか、燃料価格落ち着いてくれて、原発再稼働してくれないと、生活的にも産業的にも困っちゃいますよね。しっかりやれ、バカジミンって感じなんですけど、猛録したか、劣化が止まらない、共産党赤旗、マイナ事業、NTT、突破印刷、日本電機など8社が、日本電機って NEC のことかな、独占的に受注しています赤旗、世論です。8社で独占というパワーワード。8社なら独占じゃないんじゃ。この手のシステムは中小では無理。中小が受けてたら利権がーって騒ぐ。てか、共産党は C カズオが独占してるよね。C カズオが独占してる代表を8人で交代制にしたらどうかね。自動車業界も8社で独占してるけど、トヨタ、日産、ホンダ、イスズ、ダイハツ、スズキ、あとどこでしょうか。わかんねえ、忘れちゃった。大企業の仕事は全部搾取に見える病気。あ、三菱自動車。自分たちがチューチューできないから文句言ってるだけ。共産党は政教による国公立大学の売店独占をやめろ。そういえば麻布大学も、私の母校も政教だったな、学校内の売店は。赤旗読んでる層をこれ見てキーってなるんだろうな。8社で独占って、じゃあ独占じゃないんでは、では考えられないんだろうか。今時赤旗取ってるような強固な赤読者は、それで騙せるんだろうか。なんだろう、読者的にはですね、利権、独占、搾取とか書いとけばいいんじゃねっていう感がありますね。それ書いとけば、読者は満足すっからさって、赤旗記者は楽でいいっすね。共産の劣化は実は我々にも害があります。自民党、あいつらよりマシなら選挙勝てんだから、手抜いていいだろ。連れ劣化っていうんですか。自民が本当の本当に劣化したなーって思わせるニュースがこちら。茂木幹事長、女の候補が欲しい。女候補にだけ100万円あげちゃう。自民党自ら男女差別とは恐れ入ったなぁ。なんか子育て中、育児中の子供いっても、さらに50万円追加。だから子供2人いっと200万ももらえんのかな。世論。な、ずれてんだろ。能力どこでもいいのかよ。男性差別では正解パパ活。私は買われた。女性議員がフランス行って援助してんのに、火に油じゃ。もしかして岸田ってバカなのかな。当選のご褒美はフランス旅行です。心が女性のおっさんにも出してくれるのか。東京18区の女性限定の公募に自民党支部反発、憲法違反の可能性。これこういう記事出たみたいであります。茂木、女、気持ち悪いんですよね。実は豊島区議会からも、区議の有里さんって方引き抜かれて参院選に出ろって言われてね、自民党の本部からはいっつって、任期途中で辞めて、退職して、参院選に出てましたけど、これも茂木のゴリ押しだと聞いてますし、一体何に取り憑かれてんだろうな、茂木はな、気持ち悪。男性候補に手当てなして、完全な
男女差別ですよね。完全な憲法14条違反なんだが、発表前に誰か止めなかったんかーい。それとも自民党のあの幹部連中全員バカで、これがダメだって分かんなかったんかーい。東京18区でね、あの女性限定で候補を募集して支部が憲法違反って言ってんのに呆れるたまげる。びっくりした。安倍総理がご存命だったらな、発表前にやめと思うぞ、これちょっとおかしくね、叩かれんじゃねえ。岸田ってバカなの。その通りです。日本の未来が大変心配です。共産その他のゴミ跡に引っ張られて一緒にバカにならなくてもいいんだよ。あんたらは本当にバカなんだな。内心は女性って言い張る小汚いおっさんに100万円よこせって言われたらどうすんの、やるのやらないの。落選後にですね、私は買われたとか言い出されたらどうすんの。フェミにですね、女性の価値が100万円ポッチなのか、女性の価値に、金額をつけるなーって言いそう、言われそうですね。女性局がオフランス遊興ツアーで援助してんのに、このセンスのなさ、政治センスのなさ、どう言われたら、どう思われる、こんなこと言ったらどう思われる、予想できねえんだもんな。これは火種になりますね。茂木も岸田もですね、懲罰委員会かけられたり、赤旗じゃないや、弁護士 .com で叩かれたり、民政、共産党青年部に渋谷で付きまとわれたり、凱旋やるたびに妨害押し寄せてきて思い出されたりするといいよ。こんなこと言ったらどう思われるとか、ちょっとね、慎重になからだ。慎重になから。全部私なんですけれども、これは。東京新聞にも叩かれたな。まあ、新聞で叩かれるのは、あいつらは慣れてんでしょうけど、まあ、渋谷で、付きまとわれたり、大声出されたり、妨害されたり、懲罰委員会にはかかってねえだろうからね。自民党の劣化が著しくて、日本の未来が心配だ。本当に心配だ、私は。ということで、メール党員様限定の懇親会、再募集、若干名、いたしますので、メールの方、ご覧になってください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。